はーい、ちょっと皆さん遅れました。デアゴスティーニ週刊ホンダ NSX、 それの2号、届いたよ2号。前回の創刊号で動画があまり見られなかったら続けないよなんて言ってたんだけど、ちょっとだけ見ていただいたんで、期待くん15号までやろうと決めました。15号、定期購読しましたよ。はい、なんで15号かというと、はい、創刊号から15号まで購入の方にスペックプレートとツールボックスがついてくるんだよね。これね、意外と便利なんだよね。まあ、NSX を最後まで作るっていう人向けには便利なツールなんだけどね。ネジとか入れられるっていうね。で、15号までやって全然見られてね、人気ねえ動画だったら解約してやろうかな、なんてね、ちょっとしたいくんも、お前終わるよな。でも愛着が湧いたらずっと続けるかもしれない。ずるずるずる。それではやってみよう。さあ、それではオープン。そう、ちょっとこうしよっか。おお、いいね、2号。まあ、ペラペラめくっていくね。はい、NSX、 ほんとこんな色の NSX 見たことないんだけど。うわー、かっきー。いや、とにかく平たいよね。ロー&ワイドの極地だなこれな。はいはい、今回の情報は1300クーペだね。まあ、こうやってホンダの各スポーツカー的なやつの情報が出てくんだね。はい、あとはもうね、情報宣伝ばっかりだね。何がつきますとか、定期購読よろしくとか、そんな内容ばっかりですよ。はい、で、まあ、続きだね。1300の続き、なんか途中から1400になったんだね。へえ、みたいな。で、こっから作り方です。で、パーツということで、ほぼ内容ないよ。じゃあこれ開けていくよ、ロボットよろしく。ピーンガチャピーンガチャ、チキチキチキ、スパ。こうやってね、本状になってるのはね、4号ぐらいまでかな、3、4号ぐらいまでは本状になってるんだけど、あとはね、一括で送られてくんだよね。いでよパーツ様ー、ズオー。さあ、こんな感じだよ。おー、タイヤが1個入ってる、ホイールとね、ブリスターを開ける。わ、ちゃんとゴム、当たり前だけどちゃんとゴム。うわー、ゴムくせ。タイヤ、フロントタイヤは、コンチネンタルタイヤのスポーツコンタクト6ってやつかな。 NSX 専用に開発されたタイヤなんだって。タイプ S ではもう変わってるよね。これ24号の扁平率が3号の19インチだって、すごもう3号とかやめて、すごいねこの扁平率。もうホンダのマークがちっちゃ。これホンダのマーク埋まって取れない、どういうこと。ちょ、これ後にしようか、捨てないように取っとく。うわー、アルミホイール、まあ、鉄だけどね。もうちょいグロスがあってもいいかもしれないけど、見た目にはグロスはちゃんと入ってるね。はい、ということで今回のパーツはこんな感じだよ。もうすぐ作れそう。はい、創刊号で作ったフロントを用意してください。ここにね、メッシュを入れていく。これ2枚あるけど、なんかどっちも同じ番号なんで同じなんだろうね。で、これをここに入れていく。ここの爪のとこに入れるみたいな感じ。感じ、これだけでいいのかな。はいはい、グリルボディフレーム右をその上から当てはめる。このネジ穴に来るようにするんだな。ネジ穴に来るようにスライドさせる。こんな感じかな。なんかここで引っかかってる感じがする。はいはい、そしたらネジ2本、ネジ2本、ちっちゃー、このネジちっちゃー、このちっちゃいネジ2本使って止めます。はい、そしたらネジで止めます。黒くて見えん、多分入ったね、多分入ってる。入ってない、絶対入ってないから見えてないな。いやー、入ってないか。あ、入ってねえな。入ってくれ。
入ったかな、うん、そっち入ったね。オッケー、入った。諦めたの？はい、うんうん、そっちでやったんだね。あとここね、うん、失敗した方ね。おお、すごい身長。入った、入ったね。ゆっくり締めましょう。はい、ゆっくり締めて。きつく締めないでいいと思うんだけどね。そうだね、パーツが割れちゃう可能性もあるしね。うん、うん、いい感じ。いい感じ、なんかいいね。こんな感じだね、うん、かっこいい。ちゃんとここら辺ね、うん、ね、空力の穴が開いてていいね、うん、こっち側もやっていくよ。はい、こっちも同じくやっていくよ。いや、傷つけたくないね、だけどこれね。当てがって、うん、いじってるって傷つきそうで怖いね。爪の奥に入れる、うん、入れた。この爪の奥に入れるっていうやつだね。見えないんだけど、爪グリルパーツを入れる、はい、タイ君のロボットの爪がちょっと伸びてるのだけは気になるけどね。ここをネジ止め、うん、ちょっと待って、見づらすぎてやばい。ちょっと見えてないよ、全然。全然見えない、穴が見えない。ちょっと斜めに入れたら入れやすいかな、はい、斜め。入ったね、はい、入った、入ったね。これ一回ハモで押さえて持ち替えてるからね。はい、完成、こんな感じ。おー、いいじゃん、いいな。ほら、うん、いいねー。タイヤのトレッドパターンがあって、細かい、目の細かい方が内側、あー、本当だ、細かい、粗い方が外側なんだね。細かいね。なんかね、こう字が書いてるやつがさ、外側なようなイメージがあるけど、これ逆なんだね。まあこっちもうっすら書いてるから、うん、大丈夫か、いろいろ書いてるんだよ、とにかくこっちが内側で、うん、いきまーす。ってか本当すごいな。で、アルミホイルが内側ね、こっちだから、こうだね、こういう感じだね。まあこれは簡単だね、こうやって蹴って、こうやって入れるの話したね。まあ、それしかないか。いや、硬っ。硬いよ。え、マジ硬くない？いや、握力ないロボットだから、これ。きついよ。硬いんだけど。うん、え、こんな硬いの？入った、入った、入った。これ、女の子、子供できないかもね。これをグッとやって、内側、リムを内側に入れていくんだね。難しいかもね。硬いんだけど。うん、あ、それがいいのか。リムの方まで持ってってね。なんか本当にタイヤ作って入れてるみたいなね。いい感じで、いい感じで硬い。この後エアイエマットが入れたら怖いね。いい感じだな、この硬さ。はい、で、あとはこれを内側に中入れていくんだよな、うんうん、いや、硬い。うわはは、いびつ。あ、早送り少しずつだね。相当時間かかったってことだよ、早送りってこと。ちょっとね、ちょっと出てきたね、うん、あ、また早送り。お、出てきた、いいね、うん、出てきた、出てきた。あとは整えるのみ、うん、はい、一応こんな感じで綺麗にはできたけど、これね、多分もっと綺麗にしないといけないんだよね。これこのままだとゴロゴロゴロン、ゴロゴロゴロン、ちゃんと転がんない。ヨボヨボタイヤになってる。危ない、このタイヤ内側がちゃんとはまってないね。全然はまってない。はい、まあだいたい内側も外側もこんな感じかな。うん、ちょっと怪しい。ほら。おい。ほらほら、ほらほらする。なんかいびつ。うん。ちょっとヒートガンとかで温めてもいいのかな。ね、まあでもほぼいいような気がするんだけど。うん、まあ。うん、ね、こんな感じ。正解もわからん。コロ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 。これはね、暇を見つけてこうやって揉みましょう。硬い、ね、めちゃめちゃ硬い。そしてこれを掘り起こそう。このホンダマーク、どうやって掘り起こすのこれ。ホンダのエンブレムを発掘。これホイールキャップだね。エンブレムじゃなくてホイールキャップなんで、これは取っときましょう、なくさないように。これね、なくすよね。はい、今回の週刊 NSX2 号はここまで。もうほぼフロントできとるんや。でもタイヤが1個だけみたいな。あと物をなくさないようにしないとね。これは大変だ、管理が。うんうん、さあ15号まで一応やることになってるから、皆さんぜひチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。これが15号以降続くかどうかは再生数にかかっている。それでは、明日行くんでした。またね、3号で会いましょう。